ウゲツは俺が初めて遭遇した天才だった。ずっと俺はこの男が嫌いだ。ずるいな。結局あんまり嫌いになれないなんて。俺はずっとあいつから離れてくれるのを待ってる。いらないならなんで俺の未練を許す。音楽も音楽以外も俺ばっかり必死で。何なの、言ってよ。何でもしてあげるから。ごめん。僕はうわ、二次選考通過してる。ライブ審査。曲が作りたい。今の話気に入ったら新曲の参考にでもしてよ。真冬めっちゃ音楽分かってきてる。俺って必要なくない？お前必要だってずっと言ってるよな。伝えたい欲が出てきた。お前変わったな。自分の誰かの恋、新しい音楽。いつから俺は音楽が嫌になってたんだろう。二度と元に戻らなくても音楽だけは残ればいいのに。届け